はい、というわけでハルパパでございます。今日もね、こういうことやっていこうと思うんですけども、今日なんですけれども、あのね、今日ね、何を隠そう皆様、何の日だかわかります今日。すごい重要な日ですよ。何の日ですか？はい、答え言います。暇な日です。今日暇なんすよ。アップでも来ねえしさ。何も来ないということで。まあ私がね、まあ1年間ために食べまくったもう今日暇なんで、お宝ポン。はい、これ引いちゃおうと思います。もうね、無駄なものは全部整理して、もう金色のみ残っております。まあこれね、ちょっとラインナップを見に行きましょうか。4周年限定ガチャ第2弾が28個。4周年限定ガチャが86個。復刻限定ガチャってこれ何だろう ?4 個。紅葉祭り節ガチャが1本。シャーマンキングが3個の、バイオハザードが12個。そしてエヴァが2個の、荒野ゴーゴーフェスが1本。そしてエモートこれ洗濯ボックス。これなんか妹を洗濯するやつですね。これ、補給パック30個、これがバトルパス復刻ガチャが46個、シーズン18補給パック35個の、シーズン17補給パックが15個、そして最後シーズン16補給パックが31個ということで、というわけで合わせて金色の宝箱を311個ご用意させていただきました。よし、行くか。まあ、すべてもう金車の可能性があるってことですね。この辺に関しては、まあ、金獣ね、もうすべて金枠の可能性を秘めてる宝箱。これ大体1年ぐらい貯めたかな。来たくねえな。来たくねえけど。うん、引くしかない。とりあえずこれね、エモートこれ。はい、なんでもいいです、これは。何これ、どれがいいの？え？一個ずつ、とりあえず一個ずつもらいましょうか。こんな感じでね。はいはいはい。これどういう段ですかわかんないんだけど。次はどこ行こうかな。これはね、車の可能性ありますよ。大量子出る可能性ありますよね。これはまあ取っときましょうか。で、この、こっち側ですね、さっきシーズンの方を引いていきましょうか。いや、もったいねえ。16、17、18、19、20。もったいねえ。全部引くで行きましょうか。男らしくね。行きます。ポン、シーズン16。ポン。はい！ああおだって、勲章金枠びっくりするからやめてくれる？いやーちょっとこれ本当にね、なんかなんだろうな、引くの一瞬なんですよね。貯めるのすんごい時間かかるけど。いきます。次シーズン17補給パック15個いきます。ポン来い！いや、うん、なんかいいのか悪いのかわかんない。でも、勲章もらえるの割といいよね。なんか何もないよりは。さすが黄色ボックスという感じで、はい。いきます。次シーズン18。いきます。ポンお願い！いや、取れ高欲しいなぁ。ちょっとでも、栄光星勲章美味しい。2個。バトルパスはね、別にどうでもいいですけど。次はこっち行きましょうか。シーズン19補給パック。行きます。ポン。ん？おぉ！なんだこれ？え？持ってなかった持ってなかったんだ。あーとね、まあまあまあ、勲章系ですよね。まあ、勲章系割と美味しいなぁ。今ね、栄光星勲章貯めてんすよね。行きます、最後。まあ、最後というかね、補給パックの最後、シーズン20行きます。来い！あー出ない。やっぱ補給パックってさ、出るの？そもそも多分金獣ラインナップには入ってんだけど、出るの出る気しねえんだけど。どうしようかな。次これね、これね、オレンジ色の宝箱なんですけど、これ金車がちゃんと入っててだよね。バトルパス復刻ガチャ、あの電脳ガチャを引いた時にガツッと出たんですよ。これに関してはちょっとまお待ちくださいと。でこっち行きましょうか。先にね、荒野ゴーゴーフェス限定物資第2弾いきます。まあ、これ1個だからね。はいはいはい、1個のやつ引きます。紅葉祭り限定物資いきます。ポン。はい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 。まあ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 。うわー、なんか寂しいなーな。どんどんなくなっていくの。エヴァ限定ガチャいきます。これもどうせ来ないでしょうねって言って、本当に来ないのやめてくれる？本当に。シャーマンキング。3個ってのがちょっとな、切ないな。うん、まあまあ、そういう感じだよな。次、復刻限定。これなんだっけ？復刻限定って何がだっけ？金賞ねえんだ、これ。いきます。金賞来い！よし、ありがとうございます。早くも残り4種類となってしまいましたが。まあ、こっからが本番と言っても過言ではないでしょう。バイオハザードガチャ12年、一気に行きます。金車か金獣頼む。こんだけ貯めて、1年間貯めてさ、何も来ないとほんと辛いから。行きます。ポン。あ！来ねえて。これコラボ終わっても来るよね。え？わかんない。コラボ終わったら来ないの？わかんないけど。どうしよう。俺1年間貯めたのにこんな、何も出てないんだけど。わかったわかった。じゃあこうしよう。じゃあ数が少ない方ね。4周年限定ガチャ第2弾から次、復刻ガチャ行って、最後これ行きましょう。もう頼むて金枠何も出てないけど。行きます。来い！頼む！あ！ちょっと！待ってくれ！中級チケット。待って。ほんと何も出んな、これ。311連よ、今回。311連あったら車でもねえんじゃねえかなと思ったんだけどな。世の中そう甘くねえか。いきます。ポン。お願い！お！ポン勲章。え？ええ！マジ？マジ？ここまでマジ？金枠トレーニング勲章とさ、栄光星勲章だけよ。え？ 1 年間。
まあ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 、最後にこの86年がね、ドツンと構えておりますから。まあこのね、宝箱に関しては、まあまだ新しいと。目新しい宝箱でありますよね。今イベント中ですから、なんつったってね。まあそれの第1弾バージョンということで、まあ金車は出る確率は結構あるんじゃないかなとは自負しております。はい、ありがとうございます。まあ金獣、金車、どちらか出なかったら、大爆死ということで。はい、やっていきましょう。いきます。いや、怖い。じゃあもうワンパンでいきますからね、これ。一発で。いきます。いきます。はい、お願いします。はい、うん、どうぞ、ちょっと待って、80、うおー、ええピースになっちゃうのこれ。ええあー、どうせさ、出ないならさ、車1台も出なくていいけど。中途半端になんか1台出たんだよ。なんだろう。まあでも、まあ言うなればよ。言うなれば、311個、まあ無料でも何でもいいから、まあ溜め込めば1台は金車が出るという結果になりました。金獣に関しては出ません。金獣は出ません。いやー、えげつないなー。なんかね、ずっと取っといたんだよね。なんか切ないなー。もうなくなっちゃったよ。よーし、まあとりあえずね、今日一戦ね、バチコンとかまして、はい。10キル優勝かまして、終わろうと思います。はい、行きましょうか。どうしようかな、これ。ここ行こうか。ここ行くか。まだカムバックカード取れなかったらもうカオス。カムバックカードさえ取れればなんとかなる。よーし、行くぜ。マジカムバックカード。最優先アイテム。ここね、多分ここ美味しいんじゃねえかっていう。ここ。ここね。ここ。ここに多分被りがそんなに、待って。俺どこ行ったん？待って。無理。さあ、というわけでやっていきましょう。二度といかねえ、こんなところ。まあね、パーティーアイランドに全員吸い込まれるんで、どうせね。まあ、とりあえず、都心行っとけば誰も来ません。はい。都心誰も今はいない説っていうのやったこと思います。よし。ん？なんか汚くねえ、マンション。あれ？あれ？ん？なんかマンション、あれ？こんなに古かったっけ？あれ？ちょっと待って。都心のマンションってこんな汚かったっけ？え？崩れてないマンション。地震かなんかあったこれ。なんかコラボの予感もしかして。そういう系？なんかマンションが変だぞ。俺は気づいたぞ、なんか。気づかない方がいいのか、これ。またなんかアップデートなんか間違えて先に出ちゃったみたいな、そういうなんかさ、そういうパターンのやつこれ。なんか気づかない方がいいやつこれ。大人の事情？待って、ほら、見てこれ。なんか、こんなにさ、はつってやる俺。はつってんじゃん、これ。わかる？はつりって。あの、建築業のさ、ダダ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 地面掘るやつ。はつってんじゃん、これ。そうだ。ちょっと皆さん宣伝があるんですよ、宣伝。いいっすか、動画の中で宣伝行っちゃって。あのさ、23日に、荒野杯ってのはね、荒野カップか。荒野カップあるんですけど、あの、初めてそれに、カエルさんと出るんですよ。すごいでしょ？カエルさんと出るのね。でさ、なんかツイートにいいね勝負みたいなのあんのよ。だから、ちょっとツイートね、カエルさんがしたら、そのツイートにいいね欲しいんだよね。まあ、拡散してくださいなんてあえて言わないですけど、まあ、拡散いいねお待ちしておりますと。いや、あそこ、危ないだろ。そういう感じですよね。でさあね、これやばいよね、あれね。あれやめとこう。向こうにも落ちたから、ちょっと向こうの取りに行きましょう。英雄寺ねえかな。英雄寺あれば優勝確定。はい、行きまーす。お？あ、悪くない。クゴ。はい、来た。いいぞ、いいぞ、いいぞ。来た。はい、これ勝ったな、これ。こっからスナイパーパキュン練習しようか。うん、それが一番いいわ。よかった。やっぱりね、このね、まあ敵を目の前にさ、バチバチ殴り合うのもいいですけど、なんか空いてるけど大丈夫。バチバチ殴り合うのもいいですけど、やっぱりね、こういうなんか大人なんで僕、打ち合うよりも、やっぱスナイパーで、ね、パキュンと。これやってくスタイルのが、やっぱ性に合ってるで、やんすと。ん？あれ？いた。いたやん。ちょ、全然当たんない。やばい。この下手さやばい。待って、これ。これちょっとあれだろ。これ、ちなみに、ボットじゃないですかね。ね。ボット相手に今当たんないっすけど。そういうこと、あれ？ちょ待って、俺ボットじゃねえぞ、これ。おい！人間じゃねえか、これ。待て。なんか今のはボット？さすがにボッちゃん？出ておいで、ボッちゃん。かわいいボッちゃん。どうだ？これ出て、お！あ、いらっしゃる。いらっしゃる。人間やん。やっぱいたんだ、これ。まあ、接敵少なめで、はい、見どころは全くございませんが、私は元気に生きております。強い武器ねえな。おっと？私、何か見ていけないものを見てしまったような、そんな気がしてまいりました。割っちゃいましょうか、これね。はい、これ割っちゃえばね、足遅いですから。はい、痛いねー。スーパー、危ねえ。反撃。泣くと強いタイプか、おい。泣くと強いタイプなのか、お前は。おい。二パンしてるからもう走れねえぞ。車諦めろ。さあ、嵐の半島で、徒歩で行くってのはもう自殺者ですからね、これね。あー、いた。これじゃね？敵発見。気持ちいい。で、あと山上取っちゃえばこれの勝ちでしょ、これ。オッケー、行きましょう。ありがとうございます。あそこ陣取った感じ？あー、いいとこは陣取り。待って、撃たれたんだけど。嘘、待って、親にもぶたれたことないのに。
ちょ、待って待って、どっから撃たれて、どっから撃たれてのかわかん、全然見当つかないんだけど。待って、これさ、ん？そっちいない？待って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 、横。待って、横にいるやん。あぶね、こいつ人間？あぶね、こいつ！バカ野郎、おい！怖い、ちょっと待って。回復したいんだ俺は。ああ耐久すんごいよ。どうするこれ車積んだなこれ。山上をとりあえずバーッと行って抑えちゃって、山上誰もいないよね。あそこキープしちゃってなんとかする。車もう耐久なくなってんで行きましょう。私は壁です。はい、オッケー。あと残りが、おっとっとっと、待って、後ろやりやっとるやん。後ろにいるんだよなこれ。来てない、これ大丈夫、絶対回って。あ、来て。おい、俺のが強い。俺に任せとけ、アルパパに任せとけ、文句があるなら俺に言え、くだらないライムは僕かればって流しとけ、最高にクールな時間の始まり。 Soon on the country ホログライスステージも淡いな。